数直線上でこっからここまでとやっていたのが、二次元平面でしかもなんか、あの、正方形とか長方形みたいな具合のいい場合ではないという。もう少しややこしい場合も、こういう不等式で縛りをかけることによって、設定できてしまうんだという話です。これが、x と y の定義域であって、この条件の下で x と y の関数、x たす y の取り得る値の範囲を求めますというのが、これからやるべきことです。と。まあ、この定義域と言った方がいいかもしれませんが、この条件の下でぐらいにしときましょうか。この条件の下で以下とx と y の関数 x たす y の取る値の範囲を求めると、まあこんなもん慣れてきたら答案用紙ではかなりすっ飛ばす省略することできるかもしれませんが、ここでは初心者向けにやっているという方針を一貫してますから注意深く書いていきますけど、これが x と y の関数ですよね。と、存在する領実数の組 xy の存在する領域っていうのは、x と y の定義域です。この定義域における x と y の関数の取る値の範囲を求めると。で、どうするかですが、これは、まあ、図でイメージをつかんでくれてもいいですが、こっから何をやってるのかを理解するまでが一苦労です。技術的に先にできるようになるやり方を覚えて身につけてしまってから何をやってるのか考えるということに現実的には多くの人がなるという可能性をちょっと覚悟して述べますが、一応ちゃんと述べると、x たす y イコール k と置くと、まあ当たり前のことですけど、求める値の範囲は、範囲とは k の取り得る値の範囲であると。値の範囲で、本当は k っていうのは x と y の関数ですから、まあ使ったことないかもしれませんけど、 f カッコ x カンマ y カッコ閉じるみたいな書き方をしていて、本当は3次元空間内に書きたいわけですよね。 x と y 足してったら、両方0の時0、片方1の時1、1、0の時1、2、0の時2ですけど、1、1の時2で、2、2の時4とかなってくんで、なんか全体としてはどうなるかっていうと、だんだん高くなっていく。空間内ではこっち高くなってて、こっちすごい勢いで低くなってってって。で、y イコールマイナス x っていう直線上ではずっと0っていう空間内の平面で書ける。本当は3次元の空間内でグラフとして書きたいんですが、3次元空間のグラフ書くのちょっときついので、ここでは何をやるかというと、 k がある定数の時っていうふうに切っていきます。k を止めて固定してですね、定数と見るとき、見たとき、x たす y イコール k、 すなわち、y イコールマイナス x たす k ですよね、は、xy 平面内の
直線の方程式を表すと。だから、これ書くだけだったら K が0、1、2、まあ、あるいはマイナス1とかいうことを延々やっていけばいいんですよ。だ直線書くだけだったらね、これ、X 足す Y イコール K と Y イコールマイナス X 足す K 同値ですから、まあ実はこの同値っていうのがえらい深い話なんですが、これ直線ですから、まあいろいろ書けます。あ、ここで青書いちゃったのよくなかったかもしれないけど、これ緑かなんかにしとけばよかったな。y イコールマイナス x たす k っていうのは傾きがマイナス1で切片が k なので、だから y、x たす y イコール k にしとこうか。で、k が0の時で、k が1だとどんぐらい、なんかだいぶ狭いけど、で、だから x たす y イコール k で k が1で、k がマイナス1だとこんな、あ、なんかすごいしちゃいましたけど、x と y から決まるって言ってたんですが、それを k を先に止めて、そっから x と y の関係式が求まるっていう風に言い換えたんですよ。で、これが同値であるということの図形的意味というか、あの恐ろしい帰結であって、逆に言うとこのライン上ではあの x と y を止めた時に k はこの値になってますと。k がだからここでマイナス1であって、ここで0であって、ここでプラス1ですよね。だ、確かにこのライン上から任意の点 x カマ y っていうのを持ってくると、 x たす y っていう x と y の関数の値 k はここの y 切片の値になっています。まあそれは当たり前のことを延々言ってるだけなんですけど、で、この同値変形がえらいことを言っていて、で、ここから一段どうしてもしなきゃいけないので、多分一発で理解できる人多くないような話しますよ。したがって、与えられた4つの不等式を満たす実数の組XY が存在する領域における K の値、って何かっていうと x たす y ですね、の値と、これ同値条件ですが、何と同値かっていうと直線、あ、値の範囲ですね。 k の値の範囲というのは直線 y イコールマイナス x たす k、 これは当然 x たす y イコール k と同値ですよ、が渦の斜線部これ領域です。何の領域かっていうと、与えられた4つの不等式を満たす実数の組 x と y が存在するような領域ですを、この直線 y イコールマイナス x たす k が通るような実数 k の値の範囲この2つが同値です。なんでかというと、今も読んでましたけど、与えられた4つの不等式を満たす実数の組 x と y が存在する領域っていうのと、渦の斜線部分という領域が同値です。
これとこれがどっち。そして K って何だったかっていうと、K イコール X たす Y ですが、それは Y イコールマイナス X たす K と同値であって、それは平面上の直線の方程式です。で、X と Y が存在していて、X と Y が、与えられた不等式を満たすように存在しするときの K の値の範囲が、直線が斜線部分を通るような K の値の範囲と、同値になっていると。まあ文章とか数式で書いた論理だけ追ってっても何を意味しているのかよく分からなくて、で図の上ではどうやって理解するかというと、まあなんか図的に納得して使えるように納得してというか、そういうもんなんだと思って使えるようになってから意味を考えるという段階に大半の人は行くかなと思いますけど、どういうことかというと、例えば K イコール1の時、あ、括弧閉じてなかった、 K イコール1の時っていうのは、最初に求めた4つの不等式を満たすような X と Y の領域の中通ってるわけですよ。なんかどこでもいいけど、ここら辺、例えば2分の1、2分の1っていうのは X たす Y イコール1になってますよね。で、そういうような X と Y が存在するっていうことは、X と Y の関数としての X たす Y っていうものの値は1は取れるわけです。なんでかっていうと、 X たす Y を1にしようと思ったら、方程式 x たす y イコール k、 これ直線の方程式ですよね。 y イコールマイナス x たす k ってできますから、で k イコール1にしようと思ったら x たす y イコール1っていう直線上の点を持ってくればいいですが、x の平面上何でもなかったらそれは取れるに決まってるわけですよ。何しろ直線の方程式かけるわけですから、その中から2の点持ってくればいいわけですよね。直線上の1点示して、この点の x と y 取ってくれば足したら1になるでしょって言えばいいわけですが、問題は x と y の定義域がこの斜線部の、境界含む内側だけなんですよ。その中から点を取ってこれるかっていうのは、つまりこの直線がこの領域内通ってなきゃいけないわけですよね。それが問題であって、例えば X たす Y イコールマイナス1の場合っていうのはないんです。